1は、日本の官僚。宮崎県知事、石川県知事、駒場の学校初代校長、下佐御料牧場の初代上長、農務局長を歴任。正4位、君さん等。日本農政、特に牧用の貢献者。薩摩藩があろう。岩山八郎太の子。姉と子が、西郷隆盛に嫁いでおり、流星にとっては、義理の弟にあたる。著書に、 西洋農学法教養。幼名、岩山荘太郎、総八郎。通称、直樹。古来の日本の農政を研究の後、英米へ留学して、主に牧羊について学ぶ。帰国後、明治政府の官能畜産政策を担った。当時の日本では、羊はあまり知られておらず、政府の畜産に関する方針は、牛馬に力点が置かれていた。 新政府に招聘された外国人ル・ジャンドルが軍用毛布のため羊毛の自給の必要性を解き、牧羊の専門家として大久保利道によって下宇さんに新設された牧羊場の初代上長に抜擢された。国内初の牧羊場経営という試みであったことから明治政府はアメリカ人牧羊家のアップ・ジョーンズを主任儀主として招き、 牧羊場地の選定から飼育の仕方まで指導を受けることとなる。しかし、明治11年8月、アップ・ジョーンズは牧羊場の感謝で俗に襲われて重傷を負い、翌年に帰国した。下宇佐牧羊場での事業は頓挫し、鳥甲子築城とが合併して再建されることになる。ありがとうございます。